じゃあどうも。はい、今回は、ちょっと本屋さんですごい面白そうな本を見つけて、この、ダイムさんの9月号、10月号の合併号、90倍スマホ顕微鏡がついてるんですよ。大人の一品らしいですよ。なんかめちゃくちゃ好奇心そそりそうですよね。じゃあ早速、開封していきたいと思います。どう？毛穴や頭皮のチェックにも使えるって書いてある。ちっちゃ。はい、こちらが付録の顕微鏡になります。想像以上にちっちゃいですね。では早速こちらをスマホに取り付けてみたいと思います。セットします。え、めっちゃ無理やり入れてる感じが。こんな無理やりでいいんでしょうか。びっくりした。ちょっとスマホが違う、間違えて変なボタン押しちゃいました。頑張って押し込みます。あ、これで大丈夫ですかね。入りました。多分。なんかこの吸着板を、なんか下の方につけて、こう、すると、安定する、らしいです。はい。じゃあ、まず最初は、10円玉の、なんか裏側の、平等院が、割と、こまごまとしてるので、ミクロの世界で見たら面白いかもしれません。うわ、細かい。めっちゃ細かいですよ、10円玉。なんか平等院の建物の中までちゃんとなんか描かれてます。点々とか縦線とか、これどうやって作ったんだろう。めっちゃ細かい装飾が施されていて、10円玉結構すごいです。あー、ギザ10じゃなかったですね。これは本、国。10円。せっかくなんで、ちょっと、お札、1万円と5000円と1000円札。じゃあ、まずは、1000円札から。なんか、模様が、いろんな、紫とか緑とか、黄色とか、なんかいろんな線が混じり合ってるみたいな。お花とかもすごい細かいんですよ。野口英世さんのお顔も見てみましょう。ちょっと目を探が、あ、ありました、目。目ですね。目が結構指紋みたいな感じで、目の中心からグワン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 みたいな模様で印刷されてます。細かい、なんか肌が魚の鱗みたいな眉毛太いですね。あ、お花ありました。可愛いので写真撮ってきます。次は5000円札。まあ、せっかくだから、樋口一葉さんでも見ましょうか。樋口さんの目も、やっぱり指紋みたいに、中心から、なんか、丸が描かれてますね。同心円状に。国
立印刷局製造。あ、めっちゃ細かいローマ字が出てきた。日本銀行、日本銀行がローマ字で羅列されてます。こんな細かい字あったんですね。肉眼では全然気づかない場所にローマ字が隠れてました。じゃあラストは1万円札。この黄色の縦線何なんでしょうね。肉眼では見えないんですけど、なんかね、1万円札の諭吉さんの顔の部分に黄色い縦線が入ってるんですよ。あ、ここも黄色い縦線入ってました。なんかこの1万円っていう数字も割と柄が入ってますね。何柄かはよくわかんないんですけど、この光る部分は、あ、なんか書いてある。おー、なんかすごいテカテカしてる、テカテカしてる。ここも日本、あ、ローマ字出てきましたよ。面白いですね、この光ってる部分が。青に光ってる文字と光ってない文字があるんですよ。これはただ単にその塗料みたいなのがはげたってことですよね。すごい。おーでしたっけ、これは。ちょっと見てみましょう。あー、なんかイケメンなお顔をされてますね。羽も一本一本描かれてますね。すごい。じゃあ、お札シリーズでした。指紋でも見てみようかな。指紋、あ、見えました、見えました。こんな感じなんですね。なんかシワシワですね。あら、この辺指紋がなくなってきてる。さっきのお札の人物像も目に似てますね、やっぱり。ちなみに皮膚を見てみると、あ、見えました。この凹凸部分が三角形だったら水分がちゃんとあるってことなのかな。なんかまあいいらしいんですけど、全然三角じゃない気がするんだけど。え、気のせいですか？なんか、めっちゃ乾燥してません？なんか見た目乾燥してますよね。ちょっと、ハンドクリームちゃんと塗ります。塗るようにします。この顕微鏡、この雑誌についてたんですけど、あ、なんか、あ、このページとかいいんじゃないですか。ちょっと見てみましょう。あ、印刷の世界ですね。ちゃんと写してるとこは、あの時計の青い布の部分なんですけど、実はこうして見てみると、なんかね、青の他にピンクとか黄色とか緑とかも入ってるんですよね、細々と。まあ圧倒的に青の割合とか黒の割合が多いんですけど、まあそういうのが集まってこの青色になるってなんか不思議ですね。で、このピンクのところはピンクの点々点々が
ずっと続いてます。ちなみにこっちの緑は、緑も結構黄色とかが多いんですね。不思議な感じでした。不思議な感じです。自分では肉眼では見れないですけど、顕微鏡だとこういうちっちゃい世界も見えちゃうんですね。いや、面白い。普通に面白い。マスクもありましたんで、マスクも見てみます。なんかよく見る布の表面の感じですよね。マスクこんな感じなんだ。まあ、これでコロナのウイルスを防いでくれるとありがたいです。はい。顕微鏡の世界でした。すごい面白いです。ぜひぜひ、ちょっと皆さんもいろんなものを拡大して見てみてください。それでは。